村上悦子役の雨宮空です。皆さんにご覧いただいて、そしてこうやってメインキャストを揃って作品のお話ができるというのが本当に夢のような気持ちです。短い時間ですが、いっぱいお話ししていけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。佐伯姫役伊藤美久です。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございます。この頑張っていきましょうのお話しするのをとっても楽しみに来ました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。高橋リーナ役、高橋理恵です。今日はですね、ちょっとやっと名乗れたなんかちょっとドキドキする、あの役名と、あの自分の名前だったりするんですけれども、皆様のお顔を見ながらこうね、あの直接おしゃべりできる日を本当に楽しみにしておりました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。兵藤妙子役、鬼頭あかりです。皆さん今見たばかりということで、すごく頑張っていきましょい熱が高まっているところだと思うんですけども、その熱を代弁するような私たちがトークをできればいいなと思っておりますので、ぜひ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。井本真由美役、長谷川育美です。いや今日はね、アフレコですら揃えなかったこの5人がついに今日揃ってね、頑張っていきましょうの話ができるということで、すごく楽しみにしてきました。短い時間ですがよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。とうとう公開です。いかがですか、小野宮さん。そうですね、いやもうとっても嬉しいです。私もあの試写会で見させていただいた時に、なんかこうキャストとしてということを忘れて、一視聴者として、とてもいいものを見させていただいたみたいな、本当にすごく感動したので、今きっと同じ気持ちの方が目の前にたくさんいらっしゃると思うと嬉しいですし、このなんだろう、熱のままに今からお話ししていいと思うととっても嬉しいです。はい、なんかこの作品見ると青春したなって、自分がもう一回青春を追体験できた感覚があるんですけど、これだけたくさんの方が一斉に青春したってことですもんね。そうなりますね。すごい、皆さん今キラキラしてる。みんなキラキラしてる。もう青くてたまらないですよね。青くてたまらない。5人揃ってそもそも収録はなかったんですよね。なかったです。なくてバラバラ、本当にまず私と会社と抱っこと妹、抱っこと妹が2人で、でその後に、拗ねてます。一人でした。だから全然バラバラでしたし、そのなんだろう、アフレコ段階ではまだその完成してなかったから、あのシーンがなんかどういう風になるのかってちゃんと分かってなかったんですけど、今度見て、あ、気持ちいいと思って、はい、びっくりしました。どんどんピースがハマっていくような感じですよね。そうですね。キトさんいかがですか、お気に入りのシーンだったり。でももう私、作中の水の表現がめちゃくちゃ綺麗で、すごいなんか、なんだろう、この上をボートで進んだら気持ちいいだろうなっていうのがすごく伝わってきて、うわーいいなって、なんかこう CG アニメーションって聞いた時、あ、 CG アニメなんだなって思ったんですけど、あ、なんかこの CG の良さとアニメの良さがこう合わさってる作品になってるなっていうのをすごく思いましたね、ボートのシーンでは特に。いや本当気持ちよさそうな水ですよね。めちゃくちゃ綺麗でした。すっきりするような。もし違うキャラを演じられるとしたら、例えば共感しているキャラをこのキャラに演じてみたいとか何かあったら教えてください。妹と抱っこの掛け合いはすごい楽しそうだから、あのテンポで喧嘩してみたいですよね。確かに、うん、私がそんなやらないかもってとこで言うと姫、姫のポジあんまり私、なんかいろんな作品合わせてもあんまりないんで、ちょっと挑戦という意味では姫ポジは姫ポジちょっと意味が変わっている。姫愛がそうかもしれないですね。姫自体の存在はちょっと新鮮かもしれないですね。私抱っこ、抱っこすごい、そのなんかちょっとツンツンした感じと可愛さのバランスがすごいちゃんとあって、演じてみたいなって思ってました。聞いてみたい。こうボートみんなでやってる時にこう叱咤激励というか、後ろからこう飛ばすみたいなやつもいいなって思いました。では一番、あ、はい、MC の方からお願いします。はい、こちら側からお願いします。